く読ませていただこうと思いますが、ただおっしゃるのはね、まあ、なんというかあまりにも理想的すぎて、またここでおっしゃっていることもですね、まあ、今の多分出てきたと思うんだけど、全ての生命体の尊厳をね尊重すると、そして人類のこれまでのねこれらの他の生命体に対するね扱いを反省すると、反省しろというようなねくだりがあったと思うんだけども、そこまでおっしゃるとね、全ての生命体ということになるとですね、それこそね細菌類ウイルスに至るまでですよ、どうなんかということがあります。実際に私ちょっと言いましたが、いろんな動物たちをね、牛や豚を食べてますし、ネズミたちを実験動物としてね使ってきてますからね、それらを全て反省してですね、やめなきゃいけなくなるというようなあたり、何も 僕はまあ何もそれにね反対するわけないんだけどね、さあ今からその人類のね進歩がですね、そこまでいくとですね、一挙にここまでおっしゃるとですね、どうなるかなということも思うわけですがね、まあ제약여기서있는거가아무래도제를존중해야한다하면은이제위스나그런세균그리고또우리는이제동물같은것도먹고있고그런것에대한생명체에대해서도그렇고그래서이제병치료를하기위해서도이제쥐를이용해서그런거하는데그런것에대한생명체의존엄을지키는그런걸세대에서도이제존중해야되는가그렇게하면은좀이상형이안될까그래이제예를들어서독일에서독일일본에서도아마있을지도모르겠는데독일에가면은그돼지농장이있는데돼지축산그사람들이키우는목적이돼지가죽을때까지는행복에살권리가있다그런컨셉으로접근을하면되지않느냐우리가돼지를먹긴하지만은인간이필요해서먹긴하지만은그렇다고죽기전까지우리가괴롭힐권리는없다그런생명에대해서는우리가생존을위해서먹는거하고그무관심하고방치하고괴롭히고하는이런거는별완전히다른거니까거기에대해서는상당한수준으로노력을할필요가있다ドイツの畜産農場、ある畜産農場があるんですけれども、そこでは豚を飼ってるんですけども、豚が生きてる間は私たちにもずっと幸せがある、で生存、あ、やって生命の維持のために豚を食べるけれども、でも豚をこうなんかちょっと虐待したり暴力したりとかそういうわけではないので、またそういう意味では。うん、それはでも豚を食べること自体がね虐待じゃないんでしょうか。その他にその豚をですね、ただただ鞭打ったりですよ、豚のね足をね切ったり、そんなことはね、そのいじめ的なことはするわけはないわけだ。要するに食べちゃうわけだからね。それがいじめじゃないんでしょうか。그런부분은상당히좀다른이야기좀다른이야기また違う話になると思います。私のでいくと、人間は他の生命体、今のお話であった豚であり魚であり、それから食物ですよね、いろんな、まあ、植物も含めてそういうものを食べて生きていかざるを得ない、そういう人間なんですよ。인간자체가이제생물도그렇고식물도그렇고그런것을먹고살아가야되는그런생명정신이에요。だからそこで心配言ってるのはこれまでより欲、むさぼり、これが人間以外の生命体に迷惑を与えている、それを避けるべきだという考え方だと思うんですが、それでよろしいですか。그러니까여기에쓰고있는것처럼그런생명체에대한인간의독특한그런욕심그런것을버려야된다그런걸로인식을해도괜찮아요。그런것까지다이게제가만든것이아니고그여러학자들이생명에대한생명의거물개념으로생명의공생명공동체의개념으로접근해서한거기때문에이러이러한학자들이가자신1人이만들었다는게아니고이러이러한학자들이가모여서생명에대한そういう考えから作った。まあ全ての、そうすると全てのね
生命体の尊厳をね尊重するという意味は豚をね食べたらいけないというわけじゃないんだと、大事にして食べなさいという意味だというわけですね。私あの、人間はすごい増えすぎと思うんですよね。人間が増えすぎだから今戦争があったり殺し合ったりすると思うんですよね。それでなんていうんですかね、ここにある全てのなんか人間の生命だけを尊重すると、人間が生きていくためには食べにゃいけん、そうすると他の生物の犠牲が出てくるのはまあしょうがないっていう考えなので、科学の発展をしないことをちょっとこれで言っとるんですかね。科学の発展をすると人間を生かそうとすると人間がどん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 増えるじゃないですか。で本来やったら科学の発展ここまでなかったら人間はここまで増えてないと思うんですよね。でもいろんな実験をして科学の発展をすると人間だけをこう生かすからどんどん爆発的に増えて、そうすると必然的に他のものは死んでいくと思うんですよね。だから他の生物も全部尊厳を尊重するとなると、人間は科学的発達をもっとしない方向でいかないといけないと思うんですよ。そうじゃないと思う。そうじゃないですかね。動物を生かすのも科学であるし、ね、原発を使わないで生きていくのも科学を使わないで、いろんな意味だね。좋지 않겠니? 지금 제가 전 그동안 농사를 10년 동안 최근에 지었는데요. 그 전에 안 짓다가 최근에 10년 동안 지었는데. 최근 10년간 그라이 농교를 사れたんですけれども. 그 보통 대량 생산을 위한 농사하고 우리 생존을 위해서 먹는 농사하고는 완전히 다르다는 것을 체험을 했어요. 10년간의 농교를 통해 大量生産の農業と、うん、で自分の生命を維持するための農業は全然違うんだなっていうのをすごく実体験ですごく思いました。돈을만들기위한농사는다른생명죽이는농사를하고、お金を作るための農業はやっぱり違う生命体を殺すけれども、돈을생각하지않고다만우리가살면서생존하기위해서먹는농작물을할적에는생명체를죽이지않고같이공생하면서농사를지을수있다는저는체험으로 알았어요農業を通して自分の生存のためにする農業、お金を発生しないための農業が違う生命体とも共存して、していくっていうのを自分が経験、農業をする形ですごく経験しました。分かったような気がします。좀더수고롭게수고로운노력을하면충분히그런길을찾아서인간이지혜를동원할수있다고생각합니다。知恵を、ね、絞ったらそうやって共存できる方法がいくらでもある。ただこの文章ね、今ざっと私耳で聞いた中ではね、まあ、要するに人間はね全ての生命体のね生命のね尊厳を尊重しなければならないと、今まで、ね、やったことに対してね人類を反省しなければいけないというところまで書いてあるのでね、そうするとやっぱりひょっとしたらね、かなりね、やはり厳しいね、豚を食べたりネズミを実験動物に使ったりというようなことにもね反対されてるのかなとちょっと思っちゃったんですがね、そうじゃないわけですね。昔ね、日本でも北海道はアイヌ民族というのがね、おった頃、まあ、おられた。いろんなイノシシでもクマでもみんな狩猟して食べるんですよね。だけれども自分たちがいるほどしか取らない、あとは取らない。だからイノシシもシカもずっと続くんですよね、生命が。だから今の言われるように、今の例えば魚の量にしても何にしても全部もう取りすぎぐらい取るでしょ、お金のために。それは自分が生きるためじゃないんですよね。だけど本当はお金のためじゃなくて自分が生きるだけのための量だったら相手を死滅させることはない。食堂の方に空き家に車を置いていけたらどうですか。私従業員が帰りますので、ちょっと行こうかしましょう、はい。
もうでもちょっとそろそろ。そう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 。明日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 会いましょう。明日明日会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これなんか広島であったセミナーのもありされてるの見られたい方はどうぞとおっしゃってます。これいただけるんで。いただけるみたい。これも。あ、これもいいみたいです。これ今二人で見ますので、じゃあ私もじゃあ三田さんからも。カムサビーダ。カムサビーダ。世界でもね、本当に新しいです。そうですか。生命をこう根源にして物語を考える。素晴らしいです。ありがとうございました。本当に同じだなと思いました。宗教者としてありがとうございます。ありがとうございました。明日行けません。申し訳ございません。お疲れ様でした。はい。안녕하세요. 안녕 피시보세요. 안녕하십니까? 안녕 피시보세요. 아, 오야스미나사이. 아, 야, 피니시세요. 피니시세요. 안녕 피니시세요. 지금 제가 한 5, 6분을 만나줘서.